し不動産でもああいうの見るとやっぱ西田やって感じするな、センスがそうね、うん、なんか西に行けば行くほど社長前に出たがりみたいなところあったりさ、コテコテになってくるかな。もうだって出てるのも三畑駅と大阪やもんな。わしは休めるところが欲しいのじゃ。ああ言うて運転は疲れるからの。ああ縄張りで休めるところ快活マジじゃねえな。どこにある縄張りって。案外名前ってありそうにないからな。いろんなものが。そうね、まあ言うて人口7万7千ですから。7万7千か。やっぱね人口差が出るんだよね。で確か7万7千。7万7千か。あと稲毛と友野が一緒になったら勝てるか。ああ。稲毛が4、一応どっちも4万ぐらいやん。確か。うん、伊賀にも名張にも生活はありません。ああおうそうなんだ。ああどっちもないか、うん、最寄りはもう高架か奈良の橿原か。橿原橿原って前うちらが行ったところか。そうだそうだ。あそこまでねえの。ないない。え、うん、遠くで。ああ、本当に中臭いなのかね。だってこっから八木の方まで行って登ってくってかとって感じやな。えぐっ。バッバキュー。ジムが入ってる。ああ、気象が丘冷やしてんなんや。気象が丘入ったの。だ、やっぱり気象が丘。高齢化の過疎化がやばいところっていうのでなんか有名になってるらしいもんな。あ、気象が丘。うん。あ、そうだろうね。もう名張市全体がそうじゃない。うん。新しい人が入ってくるあれになってないもんな。名張で暮らしてあれ一人やったら多分そりゃ大阪に行っちゃうよなみんな。なんかベッドタウンのね、あの。奈良の柏市っていうの、香柏？読み方が分かんない。ん？香りの香り。香り、あ、柏。うん。やっぱ今あそこが今すごいね。柏は伸びてるらしいね。さすがに大阪に通勤通学で名張はもう遠いよね。完全に時代の移り変わりでもあるよね。今の若い子は本当にリアリスト増えてるからね。どっちか両極端。もうおお花畑ですなーっていうのとから、うん、すっげえリアリストだ、うん、これあれカンビアと一緒の系列か。そうだね、唐揚げ本舗、あ、ここはインストアで食べれるんだ。 山畑。へー、なんかね、ご飯も変わる料理になっとって、なんか食えるとかね。そう、いいね、あそこのでかい唐揚げはインスタで食べるといいだろうね。四日市も神戸も、うん、あのテイクアウト専門だもんね。あ、そっか、エネオスでも162円か。まあするわね、こっちの方に入ってきたら。忘れがちやけど、四日市は言うて安いからな。
特にこういう風になってくると原油高のになってくると如実に出るな。そうだね、輸送費でかかる、うん、結局燃料の額が大きく変わってくるで、うん、四日市なんて 見えるところで作っといてな、うん、この前産直場行ってきたけど、俺が勝手に呼んどるだけやけど、産直場ガソリンのあの大協調のさ、あの前で、あのコスモ石油の製油所のさ、あのすぐ真ん前にコスモ石油があんねん。 あ、 うん、あそこあんまり普段行かんねんけど、うん、あの名阪国道沿いやし、うん、あ名阪じゃない名誉か、うん、名誉国道沿いやし、小虫あの言うて安ないね。そうだよね、うん、それは思う。産直じゃないけど、なんや直営価格になっとるかっていうのはそういうわけじゃなくて、うん、逆にあの距離で 安したらエコひいきになるからかなんか分からんけど、うん、決して安くないから普段あんまり買わないけどな、うん、この前ちょうどガソリン切れかけのタイミングでちょうど5円引きのやつかと思うんで、うん、まあ、ちょうどいいから使おう。コスモはあのアプリのね、うん、あの5円引きがでかいよね。でかいんだよ。あれもあのね、さあのお店ごとに3円だったり5円だったり、あるあるある。あれ5円のところでね、好きなところにいるんだよね。あれ割引バーコード、うん、あれがよくあの市場はいいかなと思った。そう、他の店のやつ出しとった時あるわ、知らんとな、ピッて出した。あれ店名を選択してどうのこうのじゃない、最初にさポート選んだらさ、うん、最初にまずバーコードが出てきて来ちゃうやん、うん、うん、前その勢いでピッて やるけどさ、あとあとよー見てみたら、あこれ違う、あっちの、あっちの方の店ですよ。あれどこの店でもいいから、うん、軽く大使これで名張所の前なんや、うん、あもうちょっと言うとあのサンデー、サンデー、これも大阪の、大阪だね、サンデーは、うん、名張店がある。へえ、やっぱ大阪だね、こっちに来ると。サンデー行ったんだけど、まあ、うん、安いの、安いの、うん、まんまフェルナ、あ、フェルナないのって感じだったね。へえ、何あの、じゃあもう買い物かもねえの。あ、そういうわけじゃないそういうわけじゃない、そうだよな、あそこまでぶっ飛んでるのもフェルナしかないからな。あの、質の下がったフェルナ、うん、やっぱあの段ボールむき出しだったよ。ああ、ああ、これどっちかというと山彦か。山彦もやるよな、段ボール地下でドンドンドンって。それぞれのスーパーの特徴ってあるもんな。うん、青木スーパーって言ったら、あの夕方ぐらいになると、これは明日の特売の商品です。明日もお待ちしておりますっていうイベント棚を作り出す。はい、翌日のオペレーションを良くするためやろうなっていう。まあ、その翌日への購買意欲向上につなげるのとっていうのと、